館長のジンさんにですね、今日は1億円の盆栽をちょっとご紹介していただこうと思って、やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、じゃあご紹介していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらからどうぞ。はい、ここは中庭のところになります。あの名品盆栽が並んでいるところです。はい、こちらの方から。はい、今大丈夫。こちら、新白の盆栽でケゴンという名前がついています。はい、もともとこの形っていうのがすごく枝葉が充実して丸っこい形だったんですね。はい、でそれを今ここの元の死んだ部分っていうのをもっと増やして、この線の動きをもっと引き出しています。へ、白いのはこれ死んだ部分なんですね。ここの部分はもう死んでしまってる部分ですね。でこの枝が死んでる部分をジン、はい、この幹がシャリ、死んでしまってるところをシャリと言います。あ、なるほど。で当時はここの死んだ部分の一番大きいこの天神と呼ばれるまっすぐ伸びてるところが枝に隠れて見えてなかったのを小林先生が作り変えて、この線がよく死んだ部分の動きがよく見えるように作り変えてます。へえ、すごい。やっぱり何十年もかけてやっぱこの形になったっていう感じなんですかね。そうですね、もうこの木でだいたい800年以上は樹齢が経ってますので。800年。はい、素晴らしい。あのテレビ放送であの林修の初耳学っていうテレビで、はいはいはい、あの林先生がこの A の ABC3 本枝があって、でそのうちのどの枝を切ればあのいいかっていうクイズを、はいはいはい、あの先生がスタジオ持ってってこれ出したので、そしたらあのもし間違えちゃったら3000万円損しちゃうっていう話で、ほんで思い切って切ったところがあの切ったんですか、実際に。ちゃんと切りました、切り切って、そしたらもう親方がもうジョークで、あっなって言って、それであのあわや3000万損するかどうかって林先生がもう青ざめてた。なるほど、ギリロッケだったんですね。あ、ちゃんとあの切ったところ間違いなく、林先生さすがの見事なセンスで切っています。素晴らしいです。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。で次この、はい、あ、青龍という盆栽、青龍黒松の盆栽ですね。はい、もともとこの木もあの首が非常に長い形の木だったんです。こんな風にここの元の部分、はい、首の部分が長くて、はい、すごくこうアンバランスな感じで、はいはい、倒れちゃいそうな木だったのを小林先生が解析して大きく形を変えたんですね。でそれがこういう風に鉄の棒をかませて、はい、このテコの原理でギューッと圧力で曲げていくんです。はい、そして最終的に3ヶ月で形がもう随分変わっちゃったっていうのが聞いたんですね。でその甲斐あって、1999年の内閣あの日本盆栽作風展っていう展示会で、はい、内閣総理大臣賞日本一の賞を取ってます。すごい、日本一ですか。そうですね、なんで元と前とで全然形がこう変わっちゃうんです。これも1億円の盆栽ですね。じゃあ次お願いいたします。はい、次はこの黒松、同じく黒松の松鶴という盆栽です。はい、これはもともと2000年の頃に国風賞という日本一の賞を取ってます。はいはい、ちょっと VTR とか動画だと分かりづらいと思うんですけど、どんなところがいいかというと、ここの幹のものすごい湾曲した動きなんですね。はいはいはい、普通黒松って右に行ったり左に行ったりそれでもうあの動きってあんまりないんですけど、なるほど、この木に関しては根っこの張り方から幹が一旦奥の方までギューッと伸びていって、それからまたさらにほぼ直角にまたグッと曲がって前の方に来る粘点の動きっていうのがこの木の一番の特徴です。すごい、まるでツールが今飛び立とうかっていうのはそういう形を模して松鶴って名前がついてますよね。これもやっぱりあのワイヤーでこう形を整えてるとか、もともとこうだったんですか。元からこうですよね。形がどうしてもあのここまでの曲がりがつけられることがまずないので、もう完全に山から取られた木です。すごい、この木で樹齢はおよそ600年と言われています。なんで毎年6月頃にこの先端の芽を切っていくんですけども、あの受賞当時は86センチだったのが今あの19年経過して、はい、今96センチあります。おお、じゃあちゃんと成長してるんですね。そうですね。なんで毎年こう大きくならないの作業してても毎年1センチずつはどうしても大きくなっていっちゃうんです。
だから当時こう引き締まった綺麗な枝だった状態からこれどうしてもこう間延びして枝がこう加水してくるんです、はいはいはい、いずれまた小林先生の手で大きく形を変える日が来る、そんな秋ですね。楽しみですね。本当ですね。はい、はい、この花輪の盆栽が1億円の木ですね。かわいい。この黄色い実が今秋口から冬にかけてずっとなってます、はい、なんでこれ1億円かっていうと、もともと有名なある文豪が持ってた木なんですね。それが川端康成という、はい、あの有名な、ね、文豪の所有してた木です。で足元のこの根っこの張り方に何より一番の特徴がありますね。花輪の盆栽っていうのはこう簡単に幹が太りやすい樹種なんですけれども、はい、まずここまでの根っこの張りを持ちながら幹がそんなに太らず、むしろこう細身でありながら少しこう曲がりくねりながら上の方に伸びていく動き、これがものすごくこう品がある盆栽ですよね。めちゃめちゃ品がありますね、これ。なんで川端先生が命名して、ジョノマイという名前がついてます。ジョノマイっていうのはこの上村松園という日本画家で非常に有名な方の絵で、この女性、和服を着た日本女性がこう、はい、舞を踊ってる能の舞の一部分を同じく名前形として名付けてますね。はい、こちらどうぞ。はい、お願いします。盆栽ですね。これは何という名前がついているんですか？これは政府という名前がついた盆栽です。この通り白い部分はもう完全に死んでしまってて、はい、この茶色いところだけで水を吸ってなんとか命をつないでます。あ、なるほど。これもなんか風格があってなんか佇まいも素晴らしいですね。ただこの木に関しては昔ものすごく別のこう形の木だったんですね。そうなんですか。やっぱり時代によってどんどん形変わるもんなんですよね。そうなんですよ。もともと50年前に大阪万博に出品されたことなんです、はい、これはその当時の姿ですね。このところがそうです。違いますね、形が。もう全く別物じゃないかっていうことですよね。ただやっぱり時間の経過が木を作っていくっていうのがよくよくわかります。これは50年前、はい、で40年前別の所有者に渡った時の姿がこれで、それからまた時間が経過してこれが30年前、はい、どんどんこの枝の部分がきっちり違いますね、平らになって、この層がしっかり分かれるようになってます、はい、そしてこれが小林先生の手に当たって内閣総理大臣賞日本一の賞を取った時の姿がこれ。ああ、なるほど。最終的に大きく変わったのがつい5年前のこの木の改作、形を変える作業ですね。あ、なるほど。全然違くなるんですね。そうなんですよ。時間の経過が木をどんどんこう変えていくんですね。先生の作風になってからっていうのはこの自然のこう野生味のある、はい、それは山の本当に自生している姿のシンボルなんですけど、実際に本当に山の形をそのまま鉢のように表現したような作風に変わってます。なるほど。これこれを見ると白い部分と、はい、自然にこうなんか木の皮が剥げてる部分があるじゃないですか、はい、これもちょっと自然にこういう風な状態になったってことですか？そうですね。普通真柏だとよく展示に出すときはこの肌をきれいにこう磨いて、はいはい、サンドペーパーで磨いちゃう人もいるんですけど、はい、これはあえてこう自然の山のこう形の厳しさを表現するためにあえて皮を剥かないようにしてます。どん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 こう皮が層になって自然味が出てきますよね。でもなんかこう古い感じが出てすごいなんか重厚感がありますね。人工的に作るのかあえてこうあまり手入れをしないとかハサミを入れすぎないようにしてこう自然味を表現してますね。この室内に飾るときは土の表面があまり露出しないようにこの苔で覆ってやる必要があるんです。ただこうやって苔張っていくのにも苔張り3年っていう言葉があって、はい、苔の張り方もただ単にまっすぐ同じやつを張っていったんだと多分ゴルフ場のこう芝みたいに見えちゃうんですけど、
そうならないようにやっぱりこの銀色の色だとか、はい、この茶いろんな配色のものを一緒にやることで本当に自然の中に木がずっと立っているようなっていう表現を、ね、自然に見えますよね。そうなんですよ。今こうしてこんな形ですけども、これから10年経ったら、20年経ったら、30年経ったらまた当然別の形に変化していくんです。そうですよね。で、過去の形を見ながらまた現在作業して、そうするとまた将来の形を作っていく。それがまた時間を通して盆栽を作っていくことの面白みですよね。なるほど、わかりました。ありがとうございました。今日は大変参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you.